こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランドミラージェムもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、もっとバズるべき隠れた名品コスメを紹介していきたいと思います。個人的にいろいろ使って買い漁った中で、これもっとね人気出ていいんじゃねっていうコスメを集めましたので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、そしたらまずこちら、皆さんこれどこのブランドだと思いますか？はい、正解はですね、なんとハルガントンなんですよ。これビタセラムメイクアップベースナチュラルカバー SPF37PA2+。 もうね、うちらの知ってるハルガントンはもうまだあのパウダーはいるんだけど、アラサーの慣れ親しんだあのハルガントンは変わったんです。メイク効果プラススキンケア感覚の美容液メイクアップベース、これがなんとですね10種類のビタミン C が入ってて、まるで塗るマルチビタミン、すごい機能的でしょ。はい、それでは塗っていきましょう。こんな感じです。すごく伸びが良くて、まあちょっと失礼な言い方かもしれないけど、やっぱ10代の時に使ってたからさ、パルガントンをさ、いい意味でもうパルガントンとは思えない使い心地。ほんのり素肌をカバーしてくれます。で、仕上がりも綺麗なのに SPF も37入ってて、デイリー紫外線ケアもできるし、もうこれ塗ってるだけでビタミン C ケアもできちゃう。こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方です。こういう目の下のくすみとかも若干カバーしてくれます。で、香りもすごくいい匂いで、ほんのり柑橘系の匂い。はい、そして次こちら、エイプリルスキンウルトラスリムクッション23番ナチュラルベージュ SPF50+PA4+。 エイプリルスキンってクッションファンデが3タイプあって、めっちゃカバーしてくれるやつと、でこのウルトラスリム薄付きのタイプと、もう一つがなんかピンク色のなんかお肌いたわる系の3種類があるんですけど、その中で一番好きなのがこちら。あ、ピンクのパッケージがベタつかないけど高保湿、薄付きだけど高カバー、崩れにくい。で、こちらの紫のやつ、これがマスクでも崩れにくくてエアリーな使い心地で化粧崩れのしにくいタイプ、3つの中だと一番新しいタイプ。こんな感じでピタッと密着してカバー力もあり、でセミマット、で今あったこういうニキビ跡とかクマとかもむっちゃ綺麗にカバーしてくれます。こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方、ハルガントの下地がツヤタイプなので今結構ツヤっぽく見えてるんですけど、スキンケアの後にそのまま塗るとよりセミマットな仕上がりになります。はい、こんな感じの仕上がりです。今流行りのクッションファンデって結構ツヤ薄付きっていうのが流行りだと思うんですけど、もうカバー力、崩れにくさが欲しいっていう方はこちらのシリーズおすすめでございます。はい、そして次こちら、キスミーベース&シーマルチクリエイティブコンシーラー01クリームハイライトコンシーラー2色入って1700円。もうこういうコスデコのジェネリック版って感じ。はい、腕に塗るとこんな感じです。触り心地は結構固めでカバー力があってマットな質感、ハイライトの方は滑らかで程よいツヤ感。このプチプラでコンシーラー2色とハイライター付きってなかなかないですからね。これぞ隠れた名品。しかもこれ歯科成分配合、まずこちらの濃い色を取って塗ります。ちょっとオレンジ強めなので青クマも
綺麗に隠せます。もちろんこれだけでも OK で、明るさが足りなければこちらをプラスします。でこちらのハイライトを取って、今ちょっとツヤ感マックスなんですけど、こういうところに重ねたり、あとパウダーをやった上からのせても綺麗です。はい、そして次こちらアイムミミマルチキューブ01スイートピンク、これ他にもカラバリはあるんですけども、この番号順に塗るだけで簡単にアイシャドウが完成して、さらにチークも完成してしまうという大変優れもの。めちゃくちゃコンパクトなので持ち運びにもお直しにも旅行にも大変便利。はい、サイズ感なんですけど、エクセルと比較してもこんな感じ。ちょっと指紋だらけでめっちゃ汚いんですけど、で厚みがこんぐらいです。2倍ないぐらい、 1.5 倍ぐらい。1番塗ったら2番塗って、はい、3番塗って、はい、下まぶたも3番塗って、で、まあこれはお好み。はい、ラメトッピングしてもよし。はい、でこちらのチークを塗って、アイシャドウとチーク完成。まあ、ちょっとチークブラシとかアイシャドウのチップとかは別で必要になってしまうんですけど、このアイシャドウ自体がね小さいので、これに小さいブラシとか買っとけば完璧ですよ。ちょっと反対側もアイシャドウ仕上げてきます。はい、そして最後こちらビセクレヨンアイカラー BE1 ピンクベージュ、こちら繰り出しタイプのペンシルアイカラーなんですけども、最近いろんなさ涙袋コンシーラーとか涙袋シャドウとか涙袋ハイライトとかライナーとかね、いっぱい出てるんですけど、すごく身近なブランドにもあるよということで、今回こちら紹介させていただきます。はい、色味もうめちゃくちゃ肌なじみ抜群で、なんかでっかいラメも入ってないし、程よいパール感と程よいラメだけ、非常にシンプルで、これまぶた全体に描くにはちょっと硬いかもしれないんですけど、この涙袋とかピンポイントで描くには非常にちょうどいい使い心地だから、なんかこう韓国コスメの特別ななんやかんやとかも買わずに、もうこのビセのアイカラーでもすごく綺麗に涙袋が漏れるので、なんかお手軽にとりあえずチャレンジしたい、ナチュラルに仕上げたいって人に特におすすめです。どう、めっちゃ綺麗じゃない？で太さも細すぎず太すぎずで描きやすい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ気になるアイテムがあったらチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。